株式会社中尾は、丼、うどんをメイン商品とする外食チェーンストア。2018年3月末現在、直営店と FC 店を合わせて、日本国内に461店舗を展開している。株式会社、全商ホールディングスの連結主会社である。親子丼などの丼ど物以外に、うどんにも力を入れているのが特徴である。二千二十年十月現在の未出店。 または撤退で店舗が存在しない地域は、和歌山県、島根県、徳島県、福岡県以外の九州地方、沖縄県。九州地区は2017年の熊本市東区の長峰店の閉店を最後に一度完全撤退した。後、2018年に福岡市沢楽区に小田部店を出店し再出店を果たした。かつては宮崎県、鹿児島県にも店舗があったが、 撤退している。2020年10月現在、これらの未出店地域の出店及び撤退した地域の再出店予定は全くの白紙である。高知県は一度撤退していたが、2008年10月に再進出。石川県も一度撤退後、長らく店舗が存在しなかったが、2009年2月11日に再進出。青森県にあった店舗は、 エリアフランチャイズ契約解除などが理由で独立して、地元運営会社の経営による一置に転換しているが、2009年6月に再進出。また、千葉マリンスタジアム、平和島協定場内にも店舗が存在する。漫画、キン肉マンに登場する牛丼には、中尾がモデルとなっているものがある。作者ゆで卵によれば、大阪。 墨の上にあった店を参考としており、漫画内の店頭看板やメニューにて、牛丼、うどんと描かれている店などからも、中尾と判別できるとしている。店内で流れる、中尾オリジナル曲は、小西恵美の歌唱による、中尾手である。全哨系の中でもキャッシュレス決済に、長らく対応していなかったが、自動券売機を回収し、二0二0年四月からは、QR コード決済が、 7月8日からは各種クレジットカード、電子マネー決済が使えるようになった。2004年2月2日、アメリカ合衆国で牛海面上の王が発生し、アメリカ産牛肉の輸入が禁止されたことにより在庫がなくなったため、主要チェーンでは最も早く牛丼の販売を停止した。2006年6月頃、アメリカ産牛肉の輸入再開が見込まれた時期より、 多くの牛丼チェーンが、米国産の早期の使用再開を表明した。しかし、親会社の前哨は、我が社の基準で安全性が確認されない限り、米国産牛肉には戻せないとのコメントを出しており、同様の方針を掲げるグループ内のスキヤと共に、他牛丼チェーンと姿勢を大きく、ことにしている。ありがとうございます。